今朝は先ほど司会者によって、ゼカリア書の御言葉をお読みしていただきました。私の原稿には聖書を読む箇所を1節から14節までと書いておったんですが、ちょっと長いかなと思いまして7節までというふうに使用法にしておきました。ところが司会者はですね、それを超えて14節も全部読んでくださったんですね。あ、これやっぱり主の御心だなと思いました。御言葉がですね、こう端折らないでですね、確実に、皆さんの心の中に植え付けられるようにして読んでいただくというのは、これは神様が人間にとって間違えるように思えても神様にとっては間違えていないんですね。そんなことを思いながら読ませていただきました。その中で今朝特にですね、6節のお言葉でありますけれども、権力によらず、能力によらず、私の霊によってという御言葉から神様の恵みを、皆さんと一緒に分かち合っていきたいと思っております。ゼカリアという人はどういう時代だったかということについてすでに皆さんに、書いたものをお渡ししておりますので、ご理解いただけると思いますが、ユダヤの歴史の中で彼らはバビロンという国によって滅ぼされて、そしてその国に捕囚となって約70年間、計算によりもにもよりますが多少の変化もありますが、一説に70年間、バビロンという国に拉致されていきましたですね。で、バビロンという国は今ではイラクのあたりでありますね。ところがそこからですね、今度ペルシャという国が起こりまして、このペルシャという国は今で言えばイランのような位置にあたる、今のその人々がそこからの直系であるかどうかということについては多少問題がありますけれども、そのイランという国の王様の、によって解放されましてね、イランというかペルシャですね、ペルシャの国からの解放されまして、そして、エルサレムに戻ってきたわけです。エルサレムに戻ってきた人たちの、この人たちの第一になすべきことは何であるかというならば、神殿が壊されてしまいましたので、その神殿を再建するという聖なる事業、これが彼らの戻ってきたこの人たちの第一のなすべきこと、言うならば自分たちのアイデンティティと言いましょうか、自分たちがユダヤ人であるということの根拠となる確かな場所と言いましょうか、そういったものをが築いていかなければならない、それが神殿の建築に象徴されたものでありました。で、同じ時代の預言者であるところのハガイ、ゼカリアと同じ時代の預言者であるハガイという人は、どちらかというと実際的な具体的なその神殿の建築そのものに絞ってですね、イスラエルの人、ユダヤの人たちをこう励ましているんですけれども、ゼカリアという人はその神殿の建築あるいは再建というものを契機として、この人たちの信仰の在り方について、メッセージをしているんですね。このちょっと同じようなその時代で同じような問題を扱いながら、このハガイとゼカリアの違いはそういうところにあると思います。で、ゼカリアのこの3章では、ゼカリアは大祭司、宗教家である大祭司ヨシュアに対するメッセージをしました。もちろんヨシュアは個人というよりはヨシュアという人を代表としてこの民族、この民衆全体に対するメッセージであったわけなんですけれども、それは前回お話した通りですけれども、神様の取りなし、弁護する神様、そして礼拝の中心はメシアであったということ、和解だということを言いましたね。で、礼拝の場所は、礼拝に集うところの者たちは
お年寄りから子供まで、もう全部の民族があそこに、民衆が集まって、そこに喜びと平和、さっきにありますように、主を喜ぶことは何じらの力なるぞかしとありますけれども、本当に喜びと賛美がそこに下げられるということ、それが前回の3章のメッセージであったわけなんですが、4章になりますと今度は、ゼカリアはですね、政治的な指導者であるゼルバベルという人物に対してメッセージをしているんですね。でこのゼルバベルという人物は、まあ、一説にはこれはダビデの系列に属するものであると言われております。ですからある意味において和解だというのもダビデの流れから一つの流れがこう出てきたものだというようなことで、あるものはその和解だというのをゼルバベルだという人もいないではないんですが、しかし全体から言うとそうではないのです。その和解だと言われた時のメシアといった時には、後に来るイエス様のことを指して言うものでありますが、いずれにしてもこのゼルバベルに対するメッセージでありました。もちろんここでもゼルバベル個人というよりもゼルバベルを対象として国民全体に対するメッセージであったということが言えると思います。で今6節のところに目を留めたんですけれどもですね、その先に7節にちょっとそこから始めていきたいと、解きほぐしていきたいと思っております。7節にこういう言葉が書いてありますね。大いなる山よ、お前は何者だという言葉が出てまいります。ゼルバベルの前で平地となり、これ大いなる山よということがあります。この大いなる山よということは何を意味するのでしょうか。これはこの聖なる事業を貫通していこうとするために、そこに立ちはだかるところの問題課題、山積する大きな障壁となるところのもの、これはこれを大いなる山よとこう表現されていると思うんですね。でその実態は何であるかということが、それが6節の先ほど申し上げた言葉の中にヒントがあるように思うんですね。もう一度6節に目を留めていきます。その括弧の中だけです。権力によらず、能力によらず、私の霊によってというこの言葉の中に、大いなる山と言われた障壁が何であるかということがここに隠されているように思うんです。でまず第一に権力によらずというところから解きほぐしていきたいと思いますね。権力によらずとはどういうことだろうか。主の宮である国の第二神殿の建築には実は最初からですね、反対勢力の妨害がありました。エズラ書、そうですね、今のところに何かを挟んでですね、エズラ書というところを開いてくださいし、旧約聖書の800ページです。そこと今のところとですね、交互にあちこち行きますので、エズラ書の今の旧約聖書の800ページのところに、目を留めていきたいと思うんですが、エズラ書の第800ページあるいは、エズラ書第 5章あたりですね、今の見ているところ、エズラ書第5章、エズラの第800ページで5章のを見ますとですね、そうですね、その前に4章の4節ちょっともう少し先の方、行きたいと思いますが、4章の4節にこういう言葉が書いてあるんですね。するとその地の民は立てさせまいとしてユダの民の気力を失わせ彼らを脅した、こう書いてある。この
ユダのその地の民というのはバビロンに捕囚になっていかなかった人たち、残った人たちの人たちのことなんです。まあサマリア人とも言われておりますけれども、立てさせまいとした人たちがいたという、この人の名前を立てないという人の名前だというんですか、これ偶然なんですけどね、立てない、本当は立てさせないと言った方がいいのかもしれませんが、立てないという人なんですけどね、こういうグループがいたということが分かります。最初から彼らが戻ってきて、バビロンから戻ってきてやろうとしたときに、これに反対する勢力があったんですね。で、彼らの反対は功を奏しましてね、人々の心の中にもう気力が衰えてしまいまして、その働きは、事業は中座したと一頓挫したんです。まあ一説には数え方にもよりますが、18年あるいは15年というような長い間、一頓挫してしまったんですね。で、そういう中で、ハガイという人はその状況を見て、ハガイだったんだよね。なもんで彼の名前をハガイと言ったかどうか分かりませんが、もうこんな状態ではダメだ。お前たちは自分の家を板張りの家で作っているのに、神様の家を建てようとしないでは、一体これはどういうことなんだということで、励まして山に登って木を切ってきて、そしてこの神の宮を建てなさいとこう言ったわけですね。まあゼカリアも先ほど言いましたように、この同じような励ましをした人なんですね。しかしこの15年あるいは18年ぐらいの間隔を置いて、そしてもう一回再建しようとしたその時にもまた横やれが入ったんです。ほらそうですよね、またやったっていうことなんで横やれが入った。そこで今度はどうしたかというと、もう横やれが入った時にですね、いやいやこれはね、一番最初あのペルシャの王様である私たちを解放してくださったクロスという王様がいた、その王様の命令によって、許可によって、この神殿は建てようとしているのだとこう言ったんです。ですからこれはその当時はその国全体を、その地方全体を支配するのはペルシャの王様ですから、この王様の許可によってやってるんだ。そこでね、この建てないという人物はその当時のその辺りの、まあ言うならば総督であったわけ、まあ家来の家来の王様の家来の家来のまた家来みたいな存在なんですから、王様が許可したのに私が反対しちゃうちょっとまずいなってわけで、王様に手紙を直訴したわけです。実は彼らはこうこうしかじかのことを言ってるんだけども、本当にそんなことを、その先々代のこのクロス王様というのはね、今この再建した時の王様はダリウスという王様なんです。でクロスの次にカンビスという王様がいて、クロスも死にカンビスも死に、そしてその次の王様というのがダリウス、三代目の王様なんです。この三代目の王様のところに直訴状をやったわけです。さあその直訴状を見た者たちは、一体これはどういうことなのかということで、古文書ある倉庫へ行ってそれを調べた。そうしていろいろと古文書を開いてみました。とところが出てきたわけですよね。それは確かにクロス王の命令によるのであるということが分かったんですね。そこでもう一度ですね、先ほどのエズラ書の方に行きたいと思うのですけれども、エズラ書の第6章のところを見たいと思うんですね。イスラエル書の第6章の7節のところを見てみたいと思うんですが、まあ6節から見ましょうかね。それゆえ今川向こうの総督立てないと、シェールタルボゼナイとその同僚で川向こうのいる父たちをそこから遠ざかれ、この神の宮の工事はそのままやらせておけ、ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの神の宮を元のところに建てさせよう。クロス王様の許可書が見つかったわけですから、だからこれはもうその事業はそのまま続けていきなさい、
お前たちはこれに反対してはいけない、こういうことになったわけなんですね。そればかりではない、この8節を見ますと、今は7節か、8節を見ますとこう書いてあるんですね。私はさらにこの神の御業を立てるために、あなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益として川向こうの地の見過ぎの中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らないようにしなさいと、こう言ったわけです。どういうことかというとね、川向こうというのはこのパレスチナの地のことなんです。そこから上がってくる税金でこの建築費用を賄いなさい、滞らせてはいけないとこう言われた。反対した建てないはね、いい川の面ですね。あ、ごめん、いい面の川ですね。川の面でいい面の川です。これは何というかというとですね、ヤブヘビというんですよね。ヤブについてるヘビが出てきた、まじ生じっか反対しなかったらこんなこと言ってならなかったのに、反対したばっかりにね、こんなことはお前たちはこの働きから退け、触っちゃいけないっていうわけです。そればかりではない、その時に集めたその税金でもってこの費用をまかないってこと、問題は何にもなくなったんですね。ゼカリアがね、大いなる山と言ったのはこの立てないたちの反対運動のことを指して言ったんでしょうか。違います。こんなことは問題ではなかったんです。この働きがペルシャの王様ダリオス王の、最初あの初代王様クロス王の命令によって、3代目の王様の後押しによって、ダリオスの後押しによってこれがなされていって、しかも費用までが税金で賄うようにできるなんて何の問題もない。そこが問題だとゼカリアは見たんです。いや、ゼカリアが見たんではない、神様にゼカリアがそう見せられたんですね。考えてごらんなさい。この教会が何年か前に建てたんです。素晴らしい階段が建ちましたね。皆さん本当に祈りながら捧げてこの素晴らしい街道が建ったり、でもね、その時にね、ここに街道を建てようという時に江南区の区長さんがやってきてね、お前らここに教会建てるのは何事だ、建てちゃいかん、こう言われたとします。さあ困った。そうして、いやいや、これはね、いや、横浜市の市長さんの許可によって建てることを建築確認もらってるんですよ。市長が許可した、じゃあそれ調べてみようと言って区長さんが、ね、やってきてですね、そうして市長さんのところに行ったところが、確かに野場町というところに建築確認書を出したんだ。それで区長さんにね、市長さんがね、お前そこからどけ、そしてここの辺から上がる時の税金の全部をあの江南教会を建てるために使う、そしてその建築資金に滞りなくしなさいと言われたのと同じ。さあその当時のこの回答を作ろうと思いました、先生方やね、教団島、おお、うまくいった、もう税金で教会建てる、俺研究しなくていいぞ、いろいろなくていいぞ、もう何もしなくていいよ、手組んでもいいぞ、もう手をこまぬいても立つんだぞ、これ問題でしょ。もしそうだったら、いや、この教会はそういうふうに立ったということを言ってるんじゃないんですよ。もしそういうふうに立ったとしたら問題でしょうって言ってるんです。ゼルバベルが見たのはそこですよ。神殿が、神の宮が立つるということは彼らの信仰のそのアイデンティティです。言うならば信仰のありようです。神に対する姿勢です。神様に対するこの自分たちの信仰のありようが、違法の国の王様の権力によって、そして税金によってみんな賄われて、もう何の心配もないんだと、ウーファウーファ万々歳だと、何にも俺たちしなくてもいいんだ、もう本当に俺たちの信仰は手をこまぬいてもうまくいくんだとしたならば、それは問題でしょうということです。大いなる山と見たのは
ゼカリヤにそう神様がお見せなさったのは何であるか。この事業は権力によってなされるべきものではないということなんです。この世と妥協したり、この世と手を組んでそうしてうまくいった、確かにね、私たちはこの地上により限りにおいて教会といえども、いろんな面でこの世との接点は持たなければならないでしょうし、どのようにしてこの世と関わるべきかという問題も本当に知恵を使わなければならないと思うんです。そして場合によってはいろんな問題や課題というものが本当にこの世の仕組みの中でもって動いていって、そしてあ、接するのうちに神様はこのようにうまくことを運んでくださったなと言って神様の皆を崇めることも大切なことです。でも中心的なことで神様に全く信頼して神様に従っていかなければならないところを抜きにして、そこにこの世を捨てておいて据えてしまうことは信仰の根幹を揺るがす問題で、権力によってはならないと言ったのはそこのところなんです。私たちが信仰紹介を送るにおいても、私たちが本当にクリスチャンの紹介を送ることにおいても、確かに私たちは世との関わりの中に生きていくものです。21世紀という今の時代に私たちは足を置いて生きていくものです。ですからこれと全く隔絶したような雲の上に乗っかっているような信仰生活をするなんていうことはありえないです。でも私たちはこの世の中にあって、世と世の欲とは私欲ものである、この世と手を握るべきものではない、この世と妥協してコンプロマイズしてこの世と歩調を合わせることによって私たちの信仰紹介を織りなしていくんだとするならば、それは私たちの信仰の危機ですよという。神様がゼカリヤにお見せなさったのはそこです。うまくいった、よくやっていったと言って私たちがそこでひっくり返ってしまったならば問題です。2番目の問題です。能力によらずとはどういうことなんだろうかということ。先ほど言いましたハガイという人はね、あなた方は山に登って行って木を切って数世神殿を建てようとこういうメッセージした。でもね、実際にエルサレムの人たちがやったことは、山に登って行って木をゆっこさゆっこらさと切って、そうして額に汗をして神殿を作ろうとしたということではなかった。どうしたのかというと、第一神殿の時もそうだ、ソロモンの時の神殿の時もそうだったんですが、彼らはスロー、シドンというところ、今のレバノンのあたりだと思いますが、そのシドンのところの専門業者、石切りとかね、そういう専門業者がそこにいる。まあ、あの一説にはそういう人たちの末裔がですね、後にフラムというんですけども、あの言われたのそこから来て、ね、フリーメイソンのですね、元がそうだったんだというような人もいないではないとも、それは今の話は関係ないので忘れてくださいね。忘れる話を言わなくてもいいんですけどいわばそういう専門業者、あのフリーメイソン の, あのマークというのはね、なんかあれですね、斧かなんかのマークですね。え、コンパスと、コンパス何？斧？斧？あ、定規、定規、定規。三角定規、あの曲がりじゃがね、そうそう、コンパス。で、こう曲がりがっていうのはね、ものを測るっていうようなことでね、工作者たちというようなことで、これがフラムというところからフリーメイソンというふうにして、まあ、来たという話もあります。これはでも忘れてください。忘れていい話をする必要ないんですけど、とにかくその専門業者に委ねた能力のよらずというのは、確かにね、神殿を建てるということは
これは大変な事業ですよ。簡単にお前神殿建てろって言われて、そうですかって言って山登って契約したからといって建つもんではないですね。それはもう本当に専門的な業者が建てなければならない。今度、川崎キリスト教会も街道を建てるんですけども、教会の人たちがですね契約して、そして建てようとしてるわけじゃなくて、これは業者に頼んでるわけです。ですから業者に頼むのが悪いというわけではない。でもね、第一神殿の時もそうだったんですが、その前のね、神殿の原型となったのは幕屋でしょ。幕屋というのはね、モーセが山によって神様に示された通りのものを作ったんです。幕屋というのは移動式な神殿ですよね。でもそれはね、モーセが山で示された通りを作った。ところがさらにその2番手の原型を元にして作った神殿、しかもそれは避けたようにツロシドンの人たちに委ねて作らせたものの中には、もちろん誠の神を礼拝するようなために必要なものとして作られていったものではありましょうけれども、ところどころの中に違法的な要素が混入しないとも限らないと思われるようなものすらあった。あったね。そのあたりの微妙なところが、実はサタンがうまくつけ込んできて、最終的にはイスラエルの信仰がぐらついたんです。その結果バビロンの保守になったんです。そしてバビロンから帰ってきて、もう一度神殿を作ろうとするときに、またぞろツロシドンに委ねた。これも神殿の建築ということは、さっきも何度も言うように専門的な仕事です。まあ仏教もそうですけどもね、仏教は渡来したのは中国、韓国を経由して日本で渡来してきたでしょ。そして仏教の寺院を建てるという時に、当時の日本人は建築技術がそれほど大したものはなかった。ですから大陸あるいは韓国の建築技術を導入して建てられていった。それと同じようなことも、文化というものは一つの文化を受け入れるときに、決してその文化をただ純粋に継承していくとは限らない。総合作用というのがある。他の文化を受け入れるときに、それをそのまんま受け入れる。その文化と総合作用がある。そうしてその純粋度が崩されていく。この時の第二神殿の時がどの程度そういうものが入ってきたかは分かりません。分かりませんけれども、ここで神様がゼカリオを通して語ったことは何か。それは能力、タレント。能力とはタレントですよね。能力によらず、そういった技術的なノウハウだけによらずということがここで言われていることです。最初は権力によらず、権力によらず、第二番目は能力によらず。これがよらずということの二つの否定されていることであります。ここにゼカリアはゼルバベルの前に立ちはだかっているところの問題を見ている。信仰はあくまでも何が大事でなっていかなければならないか、それは私の霊によってということであったわけですね。私たちは、私の信仰は決して
折衷案ではない。この世と確かにこの世の中に私は存在するものですが、この世の原理との折衷案で私たちは信仰の営みをするものではないんです。あくまでも神様の御言葉と御霊によってです。私の霊によって進めらなければならない。もう一度今度ゼカリヤ方に、戻っていきましょう。ゼカリヤの4章に、これ彼が見せられているものは何であるかということを見ますとですね、7つの灯し皿があり、その上に灯し皿にはそれぞれ7つの札がついて、今日私ね持ってきたの。こういうのも、これメロラというの、メロラ、7つの灯し皿があるんですね。これはね、何を意味するかというと、ね、イスラエルを象徴している。今イスラエルの国に行きますとね、テルアビブという空港があるんです。空港を降りますとね、ものすごいでっかい、これらでもうでっかいのがねドーンとあります。ちょうど昔、今もそうかな、羽田に着いた人たちがびっくりしたのが赤い鳥居ですよね。外国人がそれをびっくりしました。赤い鳥居があります。あれと似たりですね、今イスラエルのテルアビブの空港に行くとこれがある。これ7つの灯火、これはイスラエル全体。そしてここにね、2つの管がついてオリーブの木がある。これは絶えず油が注がれていかなければならない。聖霊を表している。もうこの話はこれだけです。聖霊に満たされていかなければならない。私が聖霊に満たされるということは、本当に神様にのみ心を注ぎ、御言葉と御霊によって私が生かされていくものでなければならない。これが教会の形成、教会の形成というと建物の形成ではなく教会の在り方の問題ですね。教会建築って言ったら建物のことを言ってるんですね。教会の形成と言ったらね、クリスチャンの教会、クリスチャンの教会の在り方の問題のことを教会の形成と。これ似たような言葉ですけれども内容が違う。建築と言ったらもう建物です。これはこういう実際に。でも教会の形成というのは教会の内実の成長あるいは在り方の問題を言われている。これを置いて私たちは本当に大切く御霊によって私の霊と言われる御霊によって私たちは歩んでいかなければならない。その時にね、もしそうであるならばどうなるか。7節にこう書いてあるのは、大いなる山、お前は何者だ。実はここでね、大いなる山という言葉を挙げているのは、これを実は大きな問題で、そしてこれはもうこの問題、山があるからダメだという否定的にこの山という言葉を表現しているのではないんです。実はこの山はどんなに大きな山であったとしても平地とされてしまいますよという否定的に大いなる山というのを取り上げられているんです。だから大いなる山がドドドーンとこう来たから、もう大変だなというへきへきするためにゼカリヤは大いなる山と表現をしたのではなくて、それがどんなに大きな権力によっていくような先危機があるけれども、能力によってやろうとするそれも危機でもあるけれども、でもそんな大いなる山よ、もし聖霊によってそれが立つや、この働きが続けられていくならば、そんなものは問題ではありませんよということで、大いなる山よとこう言われている。でそれは平地となる。そしてそこには恵みあれ恵みあれと賛美しながらその働きが進められていくと、こういうことなんですね。ですから大いなる山を、これをですね、崩されていく山であるという、そこから勝利していく山であるということを言われているんです。そして
まあ、ここまで話せばもう私の話は全部言い尽くすことができるはずなんですが、もう一箇所、いつも3ポイントのメッセージですが、今日は4ポイントだけちょっとだけ時間をもらいたいんですね。もう一つだけ10節のお言葉を目をして、目を止めて、最後のポイントとさせて、10節、誰がその日を小さなことと蔑んだのかという言葉です。大きな障壁も保障害も、私の信仰を揺るがすような根幹的な問題も、また中心的な私の信仰を腐敗させていくような大きな山とも思われる問題でも、もし私が聖霊によって御霊に従って歩んでいくならば、それは平地となっていくんだ。そしてそれは本当に恵みあれ恵まれと祝福されて、祝福されたその働きへと展開していくんだということを言って、そうしてこのようなことは決して小さなことではないとこう言った。神様のもっと言うならば、小さなことでないということは大きなことは、逆に言えばね、大きな恵みなんだということを言いたいんです。決して小さなことではないというこのことを指して言ってるんですね。誰がその日を小さなこととして蔑んだのか。これが立った時に、この時にはこれが立った時には神殿が立った時ということもありましょうけれども、実は予言なんですね。これ全体がこの出来事を通してさらに先にあるところのイスラエルの回復、クリスチャン的に教会的に言うならば、これはさらにメシアがおいでになって、そうして神の国が確立されていく、その時の祝福された姿というものがここに見ることができる。で、これは決して小さな出来事ではない。このことを誰が蔑むことができるのかということですね。私が聖霊の導きに従って神の事業を進めるときに、問題課題はどんなに大きくあろうとしても、それは平地となっていく。これは決して小さなことではない。この第二神殿ということから言うならば、実はね、そのさっきも言うように第一神殿のソロモンの神殿があるわけですよ。そのソロモンの神殿から見るならば、第二神殿は非常に見劣りするものだった。実際はでもそれをも含めて、これは決して小さなことではないとゼカリアは私は言ってると思う。神様が働いてなさった御業は規模の大きさ小ささの問題ではないということなんです。そうではなくて、それは大きな祝福であるということなんです。私はね、忘れることのできないことがあります。今から二十数年も前のことですけれども、川崎の美育教会、石川先生現在牧会されておりますが、川崎美育教会が立て上げられた。これはもう今からその時の最初の初代牧師は小松先生だったんですが、この街道はね、この前合同総年会という総年会の方々が行ってご覧になっても、決して大きな教会ではないです。街道はね、もう私たちが入った時でもういっぱいで目を取れないほどいっぱいということは狭い。でもね、この街道がどんなふうに立ったか、一人の人物が、松屋シックスという一人の人物が幻を持って自分は街道を捧げようという信仰が与えられた。この方はもともと台湾でお医者さんをしてた方。でもね、日本の医学校を出て日本の医者の資格を持っていない。で、医者の弟子小僧をしてて、それでもってなんとか医療行為ができるのは日本ではできない、台湾ではできたんですね、当時。だけども台湾でお医者さん行ったから、彼はね、大変なお金持ちだったんです。クリスチャンです。大変なお金持ちなの。ほうで彼はいつも馬に乗っていろんな往診に出かけて、今ではやっぱ自動車です。当時は馬です。
おで蛮族がありますクベカリ族なんかもねある時代ですけど、そこへ行くときには家来ピストルを持ったあのお巡りさんが護衛についていきながら馬に乗ってそして行ったと。彼はものすごいお金儲かったんです。その時に彼はね、私はこのお金が神様与えてくださったからこのお金でまた教会を建てるという、神様に建てなさいというそのお示しをいただいて、そして入っていって従ったんですが、時代はね変化した。日本が戦争を負けたんです。そして引き上げてこなければならなかった。その当時そのお金は現地の銀行に預託すれば日本の銀行から引き出すことができると言われて、全部その銀行に預託したんです。そして帰ってきて引き出そうと思ったらそれはダメになっちゃった。すっからかん。それでもってじゃあどうしたか。もう医者の仕事もできます、資格ないんですから日本では。で何をしてか、生命保険の外交官をやってる、あの外交ね、生命保険、その仕事をしながらコツ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 とお金を貯めて、そして今のところに借地を得て、そして家を建てた。その時に彼は、私はかつてお金持ちだった時に教会を建てる、そういう約束を神様にしたのに、それが果たせなかった。もう一度神様が私にお金を与えてくださるならば、その責任を、神様に対する責任を果たしたいというふうに神様はお祈りした。そしてその実行にかかった。実行にかかるのもお金がそんなにあるわけではありませんので、借地したところにアパートを建てて、そしてその辺りに自分の小さな家を建てて、アパートに人を住まわせて、その収益を上げて、そしてその借金を全部返した。借金が返った時点でもってそれを内部改造して今の教会堂にしたんです。だからそんなに大きなものではなかったんです。さて私が言いたいのはこの松屋さんのことを言いたいだけではない。その後でその三重教会に日本でも当時有名な牧師が特別伝道集会の講師としてやってきた。そして彼は自分が建てた素晴らしい大きな教会堂の写真をいっぱい手に持って、こんな手に持ってやってきて、そして僕らにですね、うちの教会、これ街道は何百人入るんです、この多目的ホール、そういう椅子は可動式でバーッと取り出すと、もうそれは広い街道だって、そういうふうに彼は自慢しながら、私に見つけた、私は素晴らしいですね、いいですね、すごいですね、ハレルヤと言って知らない。ところが彼が説教台に立った時に何と言ったか、この実教会は小さい、あなた方の信仰は小さい、ビジョンをもっと大きなビジョンを持ちなさい、大きな曲を立てなさい。彼はそう言ったの。私たちを励ますつもりで言ったのかもしれません。あるいはチャレンジを与えるつもりで言ったのかもしれません。けれどもその話に心を痛めたのは白本先生。この教会がどういうふうにして神様が働いてできたものであるかということを知っている白本先生にとっては、ことの大きさ、規模の大きさ、小ささの問題ではない。この働きが誰が小さなことだと蔑むことができるのか。私もあの先生を二度とチャーチボートの交代に迎えることはしたくない。以来彼はチャーチボートの交代に来ることはありません。神様が働いている働きは規模の大きさ小ささの問題ではない。その働きがなされたことは誰がこの働きが小さいことだと蔑むことができるのか。一人のこの老人に幻を与えて、そしてもう一度神様が自分に財を与えたならば、これによって教会を建てたいというその信仰から出てきたあの建物なんです。もちろんそれがいつまでも小さいままでとどまっていいはずはないでしょうし、やがて彼の信仰が、教会の信仰が大きくなって別のところに大きな場所を移して建てることは、それを許されること。
けれどもこれが小さい、もっとビジョンを大きく持てというそれはないはずです。神様の働きは規模の大きさではない。私たちはもう一つ私は申し上げたいことはね、サガタの教会、大きな教会だからもうチャーチも一番大きい、これから KCC も大きな教会を立つはずですけどもね。ですから私は規模が大きい教会を立つこと、立つ教会を批判してるんじゃないですよ。私は本当に喜んでる、サガタの教会、大きな教会。そうして高橋、私の理事長の先生、高橋富蔵先生の素晴らしい信仰の大きさを本当に私は心からアーメンと尊敬しています。でもね、この先生がどういうところからクリスチャンとして育ったか、生まれたかということをこれだけ申し上げたい。山形県の河北町の市大江町で伝道した先生が、最初の伝道した先生が小出先生という先生が、彼は大江町の教会も小さな教会です、本当に幅2軒、奥行きが2軒ぐらい、1軒半、奥行きが2軒ぐらいの小さなところから始まった教会、今でもその建物は残っておりますが、そこから始まったんですけども、彼はそこだけで働きをとどめないで、いろんなところで働きを展開したんですね。で、その一つが河北町というところです。で、どこで伝道したかというと、場所がないからね、旅館が、何という旅館だか、ちょっと名前忘れましたが、知ってます。丸子旅館。丸子旅館。そう、丸子旅館という旅館です。その旅館の一室を借りて、そこで伝道したんです。大して人が集まらないですよ。集まらない中に一人の少年がいたんです。まだ中学生か高校生ぐらい、丸刈り頭の男。この少年がね、イエス様を信じたの。中学生、3年生ぐらいかな、信じたんです。一人の青年が、少年がイエス様を信じる。ああ、そうだったの？大市教会の伝道書、しかも旅館の一室でもって開いて聖書教育を書いて、そこでイエス様を信じた一人の少年。でもね、本当に神様が働いて、神様が働いて一人の青年が、少年がイエス様によって捕らえられた時に、その行き先がどうなっていくか。何じゃらの始めは小さくあるとも、その最後は大いなるべしという言葉があります。私たちがやってる仕事が、私たちがここでやってるところの働きが、本当に小さな働きでしかないような結果であるかもしれない。この前も映画館やった時も、初めてもうリピーターが来れると思ってやった時も誰も来なかった、ああがっかりしたというようなこともある。何度も重ねて何度も重ねて、でもその結果、一人の少年が来たと仮にしますね。たった一人か。あの子が一人来たからといってどう変わるというのと思うかもしれませんけれども、そうではない。神様がその人をお持ちなさるということ、その人を通して神の技は進んでいく。今私たちの理事長です。そしてサガタの教会の皆さん、一度は坂田の教会行ってみてほしい。まあ私が最初そこで開拓したとかという意味ではだけではないですけれどもね、本当に素晴らしい。建物だけが素晴らしいわけない。その中で兄弟姉妹たちが本当に素晴らしい活動をしている。あなた方の初めは小さくあるとも、その最後は甚だ大いなるべし。
この宮は酒の宮よりも大いなる宮となると、あのハガイはね、さっきハガイはちょっと私ハガイのことあのそばスレクには言ったかもしれませんけど、ハガイだということを言ってるんですよ。ただ山登って聞きして建てろって言っただけではないんですよ。この宮の栄光は酒の宮の栄光よりも大きくなるとこう言ったんですから。酒の宮の栄光というのはソロモンの栄光ですよ。それも大きくなると言ったんですから。初めは小さい、規模は小さい、小さいけれども小さいからといって誰が神様がなさった御業を誰が小さいことなんだと探すむことができるのか。私たちがやろうとしていることは、あるいはやった結果も、時にはあなた方のパンを水の上に投げようというようにして何回やっても無駄と思われるような働きであるかもしれません、ように見えるかもしれませんが、決してそうではない。種がまかれるところに芽が吹くところに枝が伸びる、枝が伸びるところに花が咲く、花が咲くところに実が結ぶ、命があるかないか、それが大切なんです。主のなさったこと、聖霊のなさったことはそれです。誰がその日を小さなこととして探すんだろう。これは権力によることでもない、能力によることでもない、私の霊によるときにこの働きが進められていくんです。私たちも本当に現実を見てがっかりすることなく、聖霊の技なされるようにと祈って取り組んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの恵みを心から感謝をいたします。これは権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。私たちのがクリスチャンとなったということも、私のようなものがと自己卑下するような現実であったとしても、そこに私がもしクリスチャンであるとしてあなたから召されているならば、それは霊による働きです。霊によって生かされて、現実がたとえどうであろうと、そこにあなたの命があります。また私の働きもそうです。どうか私のクリスチャンの生涯が常に権力とか能力とかというような、そういうものによるのではなくして、ただただあなたの御霊の働きによって私たちのクリスチャンの歩みであることができるように、また私の教会の働きであることができますように、助けを与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。